2. メチルピラジンは C5H6N2 で表されるピラジン誘導体の一つである。アルキルピラジン類には芳香を持つものが多く、本物質もナッツあるいはココアのような香りを持つ。天然にはアスパラガスや生の落下成虫に存在し、牛肉、エビ、ジャガイモ等の加熱調理、コーヒーやカカオ等の焙煎など、お及びアミノ酸を含む食品の加熱により容易に、 生成する。加工食品用のフレーバーとして幅広く使用され、アメリカ合衆国での使用例としては清涼飲料、アイスクリーム、焼き菓子、肉製品、スープなどに、それぞれ午後10時ほど添加される。日本では2010年5月22日に食品の着工を目的とした食品添加物の認可を得た。ピラ人館の2位にメチル元が置換した構造を持つ。 体内では、メチル元が参加され、ピラジンカルボン酸となり排泄される。また、一部は、グリシン方合体に変換された後に排泄される。FAO、風合同食品添加物専門家会議の調査によると、1995年のアメリカ合衆国における1人1日あたりの推定摂取量は7グラム、ヨーロッパでは2 0 g と考えられている。アメリカでは、2。 メチルピラジンの摂取量のうち食品中に元来存在する成分としてのものは意図的に添加されたものの約2300倍であると報告されている。想定される本物質の推定摂取量は1日摂取許容量を大幅に下回るため食品の着工目的で使用される場合には安全性の懸念はないと考えられている。点は摂取50度であり、 日本の消防法では危険物、第四類、第二国有類に区分される。ありがとうございます。